はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数3の極座標と極方程式丸4をお送りします。で、また問題演習です。で、3問ありますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にちょっと不安なのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回はですね、極方程式が書いてあります。R シータを使った極方程式があって、こいつらを直交座標で表す方程式、つまり X と Y を使った方程式に変えていく問題です。で、次回の ⑤ の動画が逆をやります。XY に書いてあるやつから極方程式作るんですけど、で、基本的にはもう R シータを消すために何使うかっていうと、ポイントでやって、一応書いておこうか。 X イコール R コサインシータ、そして Y イコール R サインシータ、で、もう一個ポイントの時には、R イコール X 2乗プラス Y 2乗のルートね、ルート X 2乗プラス Y 2乗をやったんですけど、それよりも両辺2乗してしまって、右はね2乗するとルートが消えると、で、 R は2乗すると当然2乗がつくので、R2 乗イコール X2 乗プラス Y2 乗っていうのが成り立ちます。で、その3つです。それ使えばできます、基本的にはね。で、まあ分数じゃない問題も出てくるんですが、割と分数のこのタイプの出題率が高いイメージがあるので、今回この3つをやっていきます。で、最初のスタートとしてはもう分数を消しに行くの、分数邪魔だよっつって。だからこの分母を一塊で両辺にかけてしまう。だから最初 R カッコ2コサインシータマイナスサインシータ、左辺がね、で、右辺はこいつがまとまって約分で消えるから1だけが残ります。で、 R を配ると分配で 2R コサインシータマイナス R サインシータイコール1となります。そうすると R コサインシータ R サインシータってもろに出てくるから、ここを X ここを Y に変えてあげれば 2X マイナス Y イコール1と、もう XY だけのね、直交座標で表す方程式に直りますよね。だからこれで終了だよっていう。で、このまま書いても、ね、OK だと思うんですが、まあ、もしね、先生に Y イコールに直せと言われたら、そっちの指示に従ってください。一応今回は Y 直しましょうかね。だから Y イコール 2X マイナス1か。で、直線なんで書いておきましょう。ちゃんと直線とね。まあこれもね、書く必要ないっていう先生だったら構わないんですが、だからこれで終了となります。すごく簡単ですよね、これ。やってることそんな難しくはないんですけど、で、2番とかもスタートは同じだから、この分母のね、一塊をまずかけますと。でね、2番ね、番種量がめっちゃ多くなるので、どうしようかな、まあ、こっか、まあ足んなかったらこう使うか。ちょっと詰め気味で書いていい？1マイナスルート2コサインシータ。で、右辺は2が残ります。この分子のね。で、R を配るじゃないですか。で、配ると、R マイナスルート2 R コサインシータが出てくるね。で、R コサインシータは X に直せるから直しちゃいますもん。で、こうなる。で、さっきと何が違うかっていうと、R が残っちゃうんだよね、ここ。で、XY だけにしなきゃいけないから、こいつが残ってると完成してません。じゃあどうするってなった時に、R だけを左辺に残して、このマイナスルート 2X、右辺に持ってってください。こうやって。で、2乗します。こっから。2乗。そうすると、左辺は R2 乗だね。で、これ2乗する。まあ、カッコつけて2乗なんで、公式で外すと、2X2 乗プラス、4ルート 2X プラス4となります。で、R2 乗が作れたから、X2 乗プラス Y2 乗をここに入れると。入れて、今回全部右辺に持って、ちょっと整理します。整理をすると、X2 乗、プラス4ルート 2X マイナス Y2 乗を、プラス4イコール0か。まとめるとね、こうなります。で、この部分、X2 乗とこの X、この2つを使って平方完成してしまいましょう。そうすると、こいつのね、4ルート2の半分をここに持ってきて2乗すれば、展開した時にこれが作れるので、ただし、
これ作った場合、展開した場合、x2 乗、プラス4ルート 2x、最後、4ルート2、あ、ごめん、2ルート2の2乗だから、プラス8が出てきちゃうんだよね。で、プラス8が余計なので、その分は引きます。まあ、よく平方完成でするやつですね。で、マイナス y2 乗、プラス4イコール0と。そうだね、ここに答え書きたいから、ちょっと左に避けていい？ごめんよ。そうすると、まとめます。2乗、マイナス y2 乗。で、ここがマイナス4になるから、右辺に持っていけば4ですよね。で、最後、両辺を4で割れば、待って。ちょっと待ってね。もっと右やった。4分の、カッコ x プラス2ルート2の2乗、マイナス4分の y2 乗イコール1と。これで完成。で、ここマイナスになってるから、これ双曲線ですよね。つまり、あー、入らない。ちょっとね、もう。せっかく右にずらしたのにごめん。こっからかけるかな。双曲線。矢印。よいしょ。これが答えと。いうふうになります。やることは一緒ですね。スタートは同じなんですけど、R が残った場合は、R だけ残して右辺に持っていって、2乗して、R2 乗を消しに行こう。XY にしちゃいましょうっていう感じの流れ。で、ラストですね。ちょ、消しちゃうよ。よいしょ。で、これも同じです。1マイナスコサインシータをかけると、よいしょ。こうなるね。で、分配すると R イコールで、ここも R コサインシータもろなので、ここ X、とこうなってイコール2。で、R が残ったら R だけを残して、X プラス2にしましょうと。で、両辺2乗します。そうすると R2 乗になるから、もう置き換えちゃうか。2乗だから X2 乗プラス Y2 乗になると。で、こっち一回計算しましょう。X プラス2の2乗なんで、x2 乗プラス 4x プラス4とこうなります。で、まとめると、これ、x2 乗こっちに持ってくると消えるんですよね、これ。そうすると、y2 乗イコール 4x プラス4とこうなります。で、これ何かっていうと、これ、放物線なんですよね。y2 乗、まあ 4px のやつです。ちょっと平行移動入りますけど。だから、もうこれで完成で、あと、放物線の一言を足して、まあ、最初言ったようにね、これ書く必要ないっていう先生だったら別にいいんですけど、ひとまずね、書かないと減点っていう先生もいらっしゃるので、この一言添えてこれで完成となります。まあ、最初にも言ったように分数じゃないタイプももちろんあるんですけど、ひとまず分数タイプはこういうふうに解くことができますので、ぜひ参考にしてみてください。では、今回は高校数学数3の極座標と極方程式丸4をお送りしました。今回も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。で、次回逆ですね。直行の方から極方程式持っていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。